2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都が募集している観光や交通の案内をする都市ボランティアの説明会が開かれました。16日、東京有楽町で行われた説明会にはおよそ200人が参加し、都市ボランティア経験者の話などを聞きました。都市ボランティアは競技開催都市での観光や交通案内などを行い、東京都では2万人を募集しています。これまでに1万人以上から応募があったということですが、来月の締め切りまで1ヶ月を切る中、競技運営などに携わる大会ボランティアとは別に単独で説明会を開催したということです。もっと多くの人が関わってもいいんじゃないかなと。日本の魅力、東京の魅力っていうのをご案内できるっていうこと、都市ボランティアならではのお仕事があるなと思ってます。都は来月5日の締め切りまでに数回同様の説明会を開催し、都市ボランティアの魅力を伝えたいとしています。